はい、おはようです。2日目、京都旅。で、今日ね、初日、最初か、最初に来たのは、ドン、京都文化博物館です。文化の日なので、文化博物館に来たっていうことにしておきましょう。本当はね、私は旅に行くと大体博物館、資料館、歴史、民族館なんていうところは絶対行くので、ここはちょっと楽しみにしておりました。歴史なんか文化なんかをね、学べたらいいなと思います。じゃあ行こう。なかなか楽しかったかな。欲を言えば、もうちょっとこう、なんだろう、文化資料みたいなね、の展示がね、あるのかなって思ったんですけど、歴史とかね、文化エリアの展示が思ったより少なかったので、その代わり、まあ特別展がね、新選組のなんか特別館をやってて、それが盛り上がってましたね。じゃあ今時間が12時ぐらいになったので、何かね、食べるもの探しにまたプラプラしたいかな。じゃあ行こっかな。着いたはいいけど混んでいる。やっぱり祝日、文化の日、こういう観光地は混むね。すごい混むね。人でぎゅうぎゅうでもう列ができてて、すごいすごい。まあ行こっか。ご飯ね、食べて、で、あの後結局ブラブラしたんだけど、ね、錦市場？そう、錦市場ね、人がもうめちゃくちゃ増えちゃって、本当に進むのもやっとみたいな状況になったから、逃げて、何も結局買わず食べず、ね、つけ麺だけ食べて、今、鴨川に避難してきました。そう。でね、やっぱいいね、天気もいいし、ちょっとあったかい、暑いぐらいだからちょうどいいわ。こうやって川を見てのんびりと過ごそうかな。カモいるんだよね、本当に。ちゃんとカモもいるから、カモ見ながらなんかのんびり過ごそう。それがいい。川辺のところまで降りてきて、この橋、映ってる真ん中の橋がさっき上からね、撮ったなんだっけ、五条大橋か、五条大橋です。でね、今降りてきて、このなんだ、河川敷かをサイクリングちょっとしてたんだけど、やっぱ楽しいね。川の音が聞こえて、あと楽器なんかね、練習してたり釣りしてたり、あと腰掛けてなんか甘いもん食べてたりとか、おしゃべりしたりとか、本当に自由に過ごしてるからいいね。なんかリラックスできて、今もランニングしてる人なんか通るし、カモがね、のんびり泳いでるところを見るのもいいし。さて、京都国立博物館に着きました。
午前中にね、あの博物館、文化博物館行ったんですけど、やっぱりもうちょっと詳しく知りたいってことで、ちょっと予定変更してこっちに来ましたって感じ今ね、特別展で茶の湯展をやってるらしいよ。で、あとね、映るかな、当日は1800円だそうです。建物こんな感じ。こっちの白い建物が特別展。あ、この明治感があるレンガ造りの方はもともと本館だったみたいだね。これは閉館中で何？保存改修なんちゃら計画。へえ。あとなんか耐震性に問題があるらしい。じゃあこっちの白い方行こうか行こっか。いやー、来てよかった、楽しかった。いくつかね、こう印象に残ったものもあったし、やはり実物を見るとこう自分の中のこのなんていうの、熱がこう湧き出てくる、ムンムン出てくる感じがして楽しい。よし、じゃあ今からねまた戻って時間があればなんか甘いものでも食べたいな。よし、行こう。もう真っ暗になっちゃってね。で、今ね、あの京都駅の方に戻ってきたんだよね。で、あれ見えっかな、京都タワー、あのぼんやりオレンジ色に光ってる。で、そう、わざわざねカメラ回したのはこれ。そう、東本願寺が夜でライトアップとまではいかないけど、なかなか綺麗な見応えがある景色だったから、ちょっと回してみました。見えるかな、見える、これ。正面こんな感じ、全体がねこれでも映らないんだけど、という感じです、じゃあ今からね、その京都駅の方に向かって自転車置いて、そしたらあの京都駅の中に何ていうの、ラーメン横丁、ラーメン工事かっていう、まあラーメン街があるらしいんで、京都ラーメンでも食べようかなと。なんかすごい麺の気分、昼麺食べて麺食べたくなったんで行こうかな。